皆さん、こんばんは。こんばんは。私たちは時を守る戦士、機動戦隊守護戦者、明石の時を守るため、そして綺麗な星空を守るために戦う、私は守護戦者レッド、そして私は守護戦者ブルー、青い地球を守るため、良い子の笑顔を守るため戦っています。ブルー、東京にやってきましたね。東京と言いましても、もしかすると皆さんは私たちのことをあまりご存じないのではないですかね。まずは私たちの自己紹介からやっていこうか。ではまずは私たちの名前、守護戦者について紹介をしたいと思います。私たちは明石の町で時や宇宙を守っています。先ほどの話にもありましたが、明石の町には東経135度守護線が灯っています。守護線というのは北と南を結ぶ南北線、いわゆる経度線のことなんです。太陽というのは朝東の空から昇って、お昼に南の空を通り、夕方西の空へと沈んでいきます。でも太陽が真南にやってくる時刻というのは、同じ日本にいながらも随分とずれてしまうんですね。例えばここ東京と明石では20分ほどの時差ができてしまいます。そこで日本の時刻の基準として選ばれたのが、明石の町を通っている東経135度守護線なんです。この守護線上で太陽が真南にやってくると、日本全国お昼の12時ですよという、そういう場所なんですね。自然、つまり太陽の動きと私たちの生活の結びつきを本当に深く感じることができる大切な場所なんです。私たちの名前、守護戦者には、この守護戦という言葉を、そしてその意義というのを、もっともっとたくさんの人に分かってもらいたいという熱い思いが込められているんです。その通り、私たちの胸にあります135E というのは東経135度を意味しています。そしてベルトにあります JSTM というのはジャパンスタンダードメリジャン、日本標準時守護線を表しているんです。私たちは明石市立天文科学館という科学館で活躍しております。日本標準時守護線東経135度の上に立つ科学館です。この時計の塔のところが135度守護線通っています。そうなんです。そしてこの塔には展望室もあって、本州と淡路島を結ぶ日本一の吊り橋、明石海峡大橋なども一望することができるんですね。そしてここ天文科学館にはプラネタリウムがあります。さあ、このプラネタリウムでは解説員による生解説で、その日その日の星空というのを案内してくれています。楽しむことができるんですが、私たちもこのプラネタリウムに時折登場しまして、まあ、イベントの時などには星空案内をするんですが、ブルー、これがこの時よくブラック星博士という困ったやつが登場するんだよな。そうなんだ。ブラック星博士というのは寒いダジャレを言って時や宇宙を惑わそうとする悪い科学者なんです。例えば星の話を聞いてほしいのとか、星座の話を星座して聞くようにといった、とても寒いダジャレを言うんです。そんな悪い科学者を私たちはやっつけています。と言いましても、私たちは暴力が嫌いなんです。いつもクイズで戦っています。私たちの得意技は守護戦者クイズアタック。ブルー、せっかくなんで今日はここにいる皆さんにクイズを出して楽しんでもらおうじゃないか。それがいいな。クイズアタックではなくて、皆さんに楽しんでもらうのでクイズチャレンジ、これがいいな。では行くぞ、守護戦者クイズチャレンジ。じゃがな。さあ皆さん、声が届いている人、このクイズに考えてみてください。問題は〇×クイズ。天文科学館にあるプラネタリウムの投影機、これは50年以上動いている〇か×か。
さあ、お酒を飲んでる皆さん聞こえてますか？明石市立天文科学館のプラネタリウム、50年以上動いている丸か×か。じゃあ、頭の上に丸か×か、こっちだって思う方ね、皆さんぜひ作ってみてください。あれ、あまり届いてないかな。あ、ありがとうございます。じゃあ、丸と×と分かれたようなんですが、答え言います。答えは丸が正解です。ありがとうございます。ありがとうございます。天文科学館のプラネタリウムは1960年、昭和35年に天文科学館が開館して以来、ずっと星空を映し続け、今年の開館記念日となります6月10日の時の記念日には、なんと53歳の誕生日を迎えています。日本全国にあるプラネタリウム投影機の中でも稼働日数が最も長くなり、まさに長寿日本一の投影機となっているんですね。このプラネタリウムが映し出すことができる星の数は9000個。この数は街明かりのない満天の星空で、私たちが見ることができる星の数と同じなんです。自然の星空に近い、とても綺麗な星空を投影してくれます。ブルー、ぜひたくさんの人たちに見てもらいたいよな。うん、そうだな。私たちが次プラネタリウムに登場するのは来月11月23日、24日、この2日間イベントで登場します。ブルー、それに天文科学館だけではなく、他にも明石の魅力というのはいっぱいあるよな。そうだな。明石は明石海峡と、明石海峡といって海がありますけれども、そこでは豊富な海の幸がたくさん取れるんです。タイ、タコ、アナゴ、イカナゴ、そしてノリ、海の幸がたくさん取れます。またタコを使った明石焼き、地元では卵焼きと言っていますが、これがとても美味しいんです。柔らかい卵の感触と、そしてタコの風味が合わさって、とても美味しい食べ物なんですね。ぜひ皆さんも召し上がってください。それに食べ物だけではなく、その明石海峡を望むことができる風光明媚な景色であったり、そして桜の名所とも知られている明石城を中心に整備されました兵庫県の中でも有数の公園、明石公園など、明石というのは本当に魅力あふれる街なんです。ブルー、私たちは時や星空、それに四五線のことだけではなく、例えば時の街、タイの街、タコの街、森の街、いろんな魅力あふれる街明石をもっともっと知ってもらうために頑張っていかなければいけないな。うん、そうだな。うん、まさに皆さんにはどん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 明石のことを知ってもらうために足を運んでもらいたいです。これは言うなれば、明石のことを時明石タイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これで私たち四五センジャーからの明石の PR は終わりにしたいと思います。はい、四五センジャーの2人、泉市長ありがとうございました。最後に私の方から食の明石の PR をさせていただきたいと思います。本日兵庫食のプレミアムにおきまして、明石からはカフェイーズの湯におきまして、明石焼きを提供させていただいております。また明石焼きと一緒に明石の地酒も無料で試飲していただけるようになっておりますので、こちらの方も一緒にお試しください。また、物販のブースにおきましては、明石のタコをふんだんに使用しました明石焼き、明石タコ船、明石ぺったん焼きなど様々な商品をご用意しておりますので、こちらの方にもお立ち寄りください。また観光 PR、 食の PR のコーナーでは明石団や明石タコの PR を行っております。パンフレットなども一緒に配布しておりますので、こちらの方にもぜひお立ち寄りください。またこちらのパパタコも本日は東京にまでやってきまして、 PR を応援してくれております。ぜひ皆さん、パパタコの応援も一緒にお願いいたします。それでは簡単にはなりますが、これで明石の PR を終了させていただきたいと思います。泉市長、四五線者の2人、最後に何かございますでしょうか？大丈夫です。